バスケットをぶつけたと思うか？彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に、彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れ、ポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか？誰かいないか？私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている？私は池に浮かぶのが、私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしてもあの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いかわせにだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げると、それは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いかわせにが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いかわせみのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。はあ、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか？誰かいないか？私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている？私は池に浮かぶのが、あなたは決して祖先を怒らせることはない。今私は肩の後ろにこの口を持っている。昨夜空に浮かぶ夢を見た。その後まっすぐ立って星の海に落ち、まるで下に見えないベッドがあるように着陸した。それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めると、これは、はあ、とても辛く体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。
だから私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を。誰かいないか、私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない。それは多分笑いかわせにだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て、はっ、笑いカワセミは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。怒りの頂上に座って、誰かここから降ろしてくれ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか、そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめ、はあ、笑いカワセミは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。怒りの頂上に座って、誰かここから降ろしてくれ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めるとこれは死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が前に行った場所を見た。しかし私の周りの人は言った。いや、私はちょうどあまりにも多くの道場のジュースを持っていたと言った。そして窓の下で、そして下のアルパカの飲み物のトラフに落ちた。ひどい匂いだった。バスケットをぶつけたと思うか？
彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れ、ポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている。私は池に浮かぶのが、私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしてもあの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いかわせみだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いかわせみが目を覚まし、羽毛と葉のふさをつけた。私は大きな笑いかわせみのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。はあ、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている。私は池に浮かぶのが、あなたは決して祖先を怒らせることはない。今私は肩の後ろにこの口を持っている。夕べ空に浮かぶ夢を見た。その後まっすぐ立って星の海に落ち、まるで下に見えないベッドがあるように着陸した。それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めるとこれは、とても辛く体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから私は毛布を取る。
私は誰が言っているか気にしない。もし私が私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を。誰かいないか、私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない。それは多分笑いかわせにだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いかわせみが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いかわせみのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て、笑いかわせみは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた、我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。怒りの頂上に座って、誰かここから降ろしてくれ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか、そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやった。笑いかわせみは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた、我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。怒りの頂上に座って、誰かここから降ろしてくれ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めると、これは死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が前に行った場所を見た。しかし私の周りの人は言った。いや、私はちょうどあまりにも多くの道場のジュースを持っていたと言った。そして窓の下で、そして下のアルパカの飲み物のトラフに落ちた。ひどい匂いだった。